Sicito, koto sereno minanio te. Amin. Su Yesus Kristo no megumi kamino ai sereno majiwaringa minasang to tomoni. Minasang se narusagi o kuna umai ni, watas tachi no tsumi o mitome yurusi o negaimasyu. Zen no no kami to. Kyo dai simai no minasang ni kokuhaku shimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotari niyotte, tabitabi tsumi o okasimashita. Seibo Maria, subete no tenshi to seijin, soshite kyo dai simai no minasang, tsumi bukai watashi no tame ni, kami ni inotte kudasai. 全能の神、慈しみ深い父が私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主よ、慈しみよ。主よ、慈しみよ、私たちに。キリスト、慈しみよ。キリスト、慈しみよ、私たちに。主よ、慈しみよ。主よ、慈しみよ、私たちに。天には神に栄光。地には御心にかなう人に平和。神なる主、天の王、全能の父なる神よ。私たちは主を褒め、主をたたえ、主を拝み、主をあがめ。主の大いなる栄光のゆえに感謝を捧げます。主なる御一人子、イエス・キリストよ。神なる主、神の子羊、父の御子よ。世の罪を取り除く主よ。慈しみよ、私たちに。世の罪を取り除く主よ。私たちの願いを聞き入れてください。父の右に座しておられる主よ。慈しみよ、私たちに。ただ一人聖なる方、すべてを超える唯一の主、イエス・キリストよ。聖霊とともに、父なる神の栄光のうちに。アーメン。祈りましょう。全能の神よ、あなたは使徒の信仰を祝おうとして、教会を揺るぎないものとしてくださいました。聖ペトロと同じ信仰を宣言する私たちが、困難の中にあっても持ちひしがれることのないように強めてください。主キリストは生きて治めておられます。ゆゆとこしえに。アーメン。使徒ペトロの手紙。愛する皆さん、私は長老の一人として、またキリストの殉難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに進めます。あなた方の委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自ら進んで世話をしなさい。癒し利得のためにではなく、献身的にしなさい。委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません。むしろ、群れの模範になりなさい。そうすれば、大牧師がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。神の御言葉。
私の気を変えを立てよ。地獄の門もこれに勝つことはできない。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。マタイによる福音。主に栄光。イエスはフィリポをカイサリア地方にいたとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているか、とお尋ねになった。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他に、エレミアだとか、預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた。それでは、あなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子です。と答えた。すると、イエスはお答えになった。シモン・バルユナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。弓の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは、天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは、天上でも解かれる。主の御言葉。キリストに賛美。今日は、2月22日、2022年、この日にちは、たくさんのナンバーに、こんにちは、使っています。2022年2月22日。この火曜日のミサは、聖ペトロの使徒座、祝日です。この聖ペトロのスキオザ、このローマのスキオザ
の記念日は、使徒ペトロを礎として建てられた教会の一致の印として、すでに4世紀にローマで言われた。本日は私たちのこのバグロンクランの通り、バシリカ・聖ペトロの広場でこの建物を移されています。今日の第一福音書を読まれたところはマタイ福音書で、このペトロはイエス様からいただいた責任、それはイエス様の言われた通り、あなたはペトロ、岩という意味。私はこの岩の上に私の教会を建てる。このペトロは普通の人、漁師、シンプルな人けれども選ばれた人。この最初の教皇としてカトリック教会は2000年間、いろんなリーダーシップ成功したり失敗したりしたことあります。すべては神様の恵みと技がいただいて、この2000年の間、いろんなリーダー、いろんな教皇様もおられます。今の私たちのフランシスコ・パパ様は、この教皇としてコレーシアになりました。85歳ですね。それなのに、この責任、重い責任を持って、12、13億人のためにまた世界平和の福音的な述べ伝えることが、この教皇の責任はとても重いです。前の教皇様もベネディクト16世まだこの世に生きているけれども、引退して90代になりました。二人ともこの教皇としていろいろ模範的なことがいっぱいありますけれども、人間として弱いところももちろんあります。教会の中で分裂また偏見ならないように、このカトリック教会の唯一の教会一致することがなかなか難しい。そのために今日のミサで私たちの祈りは、この教会の唯一のカトリック教会の生きるために、このそれぞれな意見、それぞれな摩擦ところで、この聖霊の導き、正しい道を歩んでいきますように。このリーダーの質は、今日の第一朗読使徒ペトロ手紙、自分は長老と呼ばれていますけれども、この年とともにこのペトロは気がついて、この教会はイエス様からいただいたものは次々のリーダーを準備しないといけない。その長老としてペトロ手紙の言葉は、このリーダーとして神の子羊の群れを牧しなさい、そして世話をしなさい、そして献身的にしなさい、群れの模範になりなさい、などなど、このリーダーの理想的なことは、もちろんペトロではなくて、もちろんペトロは第一番目のこの記憶として、いろんな人間性の悪いところもいろいろありますけれども、改心によって偉いリーダーになりました。理想的な良い牧者はもちろんイエス様のことです。主は我らの牧師や、私は乏しいことがない。この詩編23、今日の詩編も
歌われていました。この遺牧師や私たちは、理想的なことを望んでいる今の時代も、教会のリーダーたちだけではなくて、この世界中の国々のリーダーも、その先ほどの聖ペトロの言われたことは当てはめることもとてもぴったりだと思います。今日のミサで私たちの祈りは、私たちのフランシスコパパ様、また全教皇様も、ベネディクト16世も、その知恵と健康も、またこの教会の唯一のシンボルとして守られますように、そして私たちの世界中の国々のリーダー、また教会のいろんな宗派のリーダーたちも良い方向に行けますように、一つの教会、一人の神様、一つの信仰、イエス様を信じることは、私たちはキリスト教は、そのシンボル的なことはもちろん良い牧師やイエス様です。このいろんな教会のリーダーたちがいるけれども、最終的に神様が、またこのイエス様が私たちの唯一の救い主として、このミサの中でも記念として、私たちの行いはこのイエス様の生贄、パンとブドウ酒を祝福されているから、イエス様の存在もいらっしゃっています。こういった意向で、私たちの一人一人の願い合わせて、このミサを一緒に捧げましょう。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒は、あなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さんともに捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りましょう。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を、神が受け入れてくださいますように。聖なる父よ、あなたの教会の供え物を受け入れてください。私たちが、使徒ペトロの伝えた信仰を守り、その導きに従って永遠の国に入ることができますように。主キリストは生きて治めておられます。ゆゆうとこしえに。アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父、全の永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、まことに尊い大切な務めです。永遠の牧者であるあなたは、羊の群れを見捨てにならず、人を通して絶えず守り、御子の代理者と定められた、この牧者を通し、いつも、私たちを高められます。神の意向をあがめ、昨日、敬うすべての天使と共に、
私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め捧げます。聖なる、聖なる、聖なる神、すべてを治める神なる主、主の栄光は天地に満つ、天には神にふさんな、主の名によって来られる方に賛美、天には神にふさんな。まことに、聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よあなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは、今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように、世界に広がるあなたの教会を思い起こし、教皇フランシスコ、私たちの主教トマス・アクイナス・マイダ・マンギオと、ウサスキオ・パウロ・サカイ・トシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹と、あなたの慈しみのうちに亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、ゆゆに至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。
主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。あなたは、私は平和を残し、私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、ゆよとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、平和を私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りましょう。慈しみ深い父よ、使徒ペトロの祝日に御子の尊い体と血をいただいて祈ります。この救いの秘跡が教会の一致と平和の礎となりますように。主キリストは生きて治めておられます。ゆうゆうとこしえに。アーメン。皆さん一人一人このミサに共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の祭儀を終わります。行きますよ。主の平和のうちに。
神に感謝。